ロック・ウィズ・ユー 81.3FM ハロー、YouTube はい始まりました今週のふみの部屋、えー、あー <laughs>、どうも今日は、今日のゲストは岡本ズのベーシスト、浜岡本さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、最近はね、もうツアーが終わって、はいはい、バタバタだったでしょそうですね どうでした四十七都道府県。はい、あのー、まあ、と、とにかく楽しかったです。し。あの,はい、あの、まあ、ツアー中に僕。 お仕事でちょっとちょこちょこ帰ってこなきゃいけないことも多々ありまして、あの僕、ねはいはい、あの人間二階堂ふみさんとお仕事をしてるんですね。はい、一緒にラジオをやらせていただいてるんですけども、あの、それで、まあ、戻ってきたりとか、あとは、まあ、うんうん、物理的にちょっと。時間が合わなか、うんうん、まあ、向こうも本当お忙しいので、うんうん、あ,あの、九州の小倉のスタジオの方から。小倉、はい。東京とつないで喋ったりとかね、ま、かやっぱ、なかなかテクノロジーって進化してるのよ、あなた知ってる。 知ってますよんそんなのももちろん私なんてもうあれですよモナコの王様とこの間電話でスカイプでやりましたからね本当に言ってんのあんたそれそれぐらいなあなただったらちょっと可能性があるかなと思ってしまうでしょうそれはいやいやもうまさかそんなも王室とつながれるほどのもう身分じゃございませんよ <laughs> 可能性はでもなくもないですよそれはなので、うん、まあ47歳が終わりまして最近はどのようにお過ごしでしょうか 最近、うん、そうね。あのー、この間あの十一月十一日がベースの日って言われているんです、ね、そうそん話聞きたかったんですよ、ね。一いちいち四本でベースの日。そ、は、う、い、昨年からね、はい開催しているイベントです、ね。そう設定されて、11 11それの、ねね、イベントに出演したりとか。はい、どうでしたそのイベントは？ いやあの本当に今年も大盛況といいますか、はい、あのお客さんの数もね増えましたしどんとどんと増えましたし会場もどんと大きくなってですねあのあ<ら>前日からその「ベースの日」っていうワードがねツイッターでトレンド入りしたりとかなんと結構その認知度も広がりましてねじゃあもう来年はいっちゃいすもう何でしたっけあの大きいところ大きい箱とかもまあまあまあもういっぱいいっぱいあるいっぱい来年はね勝手にちょっともっも とアミューズメントのイベントにしたいと俺は思ってますけどね。ディズニーランドみたいな。はい、ディズニーランドみたいな。ディズニーランドみたいなね。花屋敷みたいな感じかな。花屋敷あれ、の、ば、ー、花屋敷で。はい。で、二十本で全部見れるみたいな、ああいう感じがいいかしら。ベースを二十本。あ、全然違うわよ。それは全然違う。あのー、ディズニーランドとちょっとこう。移動距離が多いじゃない。はいはい。ね。 でも、花屋敷だったら、ちょっと歩くだけでも、全貌が見える。っていうあ、もう、サクッと回れちゃいますからね。ねあの、手に取れる感じが、いいかなと。あ、なるほど。じゃ、もう、割と、こう、小ぶりな。うん。けど、き。小ぶり。<laughs> そう、そう、そう、そう。そう。こう、だって、所詮、言い方悪いですけど、ベースなんでね。<ら>うん。別に、そんな、なんていうの大、大きいテーマじゃないんですよ。ベースなんで、ね。ベースーベースと、うん。着眼点は、こう、シュッとしてるけども。 中に入るとこ、あ、意外といろいろあるんだなっていうのが理想じゃない?。よかったわ。うん、でもまあ、ベースの日行きたかったですね。うん、ゲストはどのような方が来られてたんですか?。あの昨年に対してのゲストっていう意味で言うと、今回ホストであのクラブボンっていうバンドの。<laughs> えー、ミトさんっていう。ミトさん。はい、ベーシストが、新たにホストでラインナップされまして。はい、えー、ミトさんがやったり、ケンケンはあの。 中村達也さんをゲストにも迎えたりとか亀田さんはモンゴル800の清作さんと<ー>、えー、ブラフマンのドラムのロンジさんという方あ<ー>で僕はあの「座禅ボーイズ」っていう、はい、日本が誇るバンドの、はいえー、ベースの吉田一郎というかちょっと吉田一郎とまあ僕は二人で<ー>はいやったりとかねして。 なかなかなもんですよお疲れ様でしたありがとうございますなんかねあの打ち上げが尋常じゃない雰囲気のねえー、なんかこうママさんでも出てきそうなクラブでやりまして、えー、あら<僕>そんな豪華なところでそう僕と吉田一郎はでもそんなお店になれずにずっとコロッケパンを食べていた コロッケパンは銀座ですか？ザーギンでした。<な>ザーギンのバージンは赤坂。赤<た>赤坂も軽水じゃないですか？赤坂のマーマーさんが出てきそうなところででもねマーマーさん一人もいなくてなんかなぜか二人でコロッケパンをずっと食べ。コロッケパンそのコロッケパンのコロッケはどうサクサクだった？サクサクしっとりどっちでした？えっとうんしっとりでしたね。ソースがちょっと割とね浸ってねまあ美味しそうでしたね。<laughs> あのお伺いするの忘れてたんですけどどうなったんですか？ 二階堂ふみでやってたの <laughs> 二階堂みでやってました架空の人のラジオに出てる大御所のラジオに出てるっていう体で喋ってたからさっきその二階堂さんとラジオしててとか言ったのも、まあ、一応なんかその徹子さんをリスペクトしたって言はいたんですけど徹子さんをリスペクトした二階堂ふみっていうこと,ることって 本当にやっぱすごいお方なんだなっていうのを改めて実感しまできないですよそれ簡単にはすませんねえでも急にそんなコーナーやって頂い,いてそうなんかね飽きてきたかなと思ってそろそろ何<に>マンネリ化してないかなと思ってあ<ー>空気をちゃんと作ってくれたってことちょっとだから新鮮な気持ちを確かに新鮮でしたね急にさそうそうアドリブ大会みたいになるじゃないやっぱりそうやっぱこうバラエティーに順応、うん うん、する力って、うん、もしかして大事感みたいあ、自分の中で。いやちゃんとほら一応さ岡本ずの浜岡本で振ってくれたから俺は安心したけどまあなんかね。どうします違う人だったら。なんかハーブ超流超豪進の <laughs> <え>岡本健三郎さんですみたいな振りだったらどうしようと思ってます。そうですよね。うん 日本にガバディを伝達しようとしているみたいな。日本にガバディを広めようとしている教会会員番号二千四十五番の。みたいなうんそうですいや、本当にね、体をとても使いますから。<laughs> やっぱり、しんから元気になりますよね。<laughs> ガバディみたいな。ガバディしてそう。うん、ガバもうオッケーです <laughs>。ってことで、十一月。い,いや,20いや、十一月二十日、今夜、六時はですね。はいはい、ロックイズハートブレイク失恋。という、はい。 ハートブレイク、まあ、失恋そうなんですよだからこう「まあ、あの失恋です」っていうテーマを掲げるとどうしてもしんなりしちゃうじゃないですかま、うん、まあまあ、ね、それをこ,うこの YouTube から「はい、あやばいなんか楽しいやつになりそうだな」みたいな,いな失恋とか,かも <laughs> 失恋とかもう忘れちゃいそうみたいな時間にできればいいなと思ってますのでそこのところよろしくお願いします、うん、お願いします。